次、とりあえず削って。あれは JR 西日本207系電車で、復興の新興っていうのかな、あれとして作られたものなんですよ。三宮花の毛前行きです。新長田発車です。次はお待たせいたしました。それもではなく駒ヶ林か。バイバイ。よし、謎の環境音とやらを聞いていきましょう。ちょっと待って、これ綺麗だろ。こっちだ。これは、よし、広島で走ってたやつかな、になると思います。これが渡り先行きです。ついにあった。はい、なんとか間に合いました。見えるのが神戸モザイク。新川なったんで行きます、兵庫車両カンパニー、じゃあ神戸車両カンパニー、はあ、でかい方がなんだっけな、新芸阪急コートライナー JR 線方面の次スイス宮本線三宮駅です。谷間に行っちゃった。これは北進急行、昔北進急行、現在神戸市営地下鉄に統合された。これで新神戸まで行きます。新規バスがいらっしゃる。そろそろね、ここからね、上がってくると思うんですよ。もう一度ですが、布引きの滝、大滝と上滝があります。怖い。長田駅をとりあえずクリアしました。面白い。ゴミ収集車が1台、2台、3台、4台、5台、6台、7台、え ?1、2、3、4、5台、6台、7台、変なの。新鋭の6000系です。今日はこういう企画をしたいと思います。隣にいるのは、はい、チャンネル名って HH2 です。はい、なんで今から始めたいと思います。どっち行きますか。どっち、精神中央方面か新神戸谷上方面か。精神南に行きますね。おお、じゃあもうその逆方向行きたいと思います。はい、はい、こっちが4分、こっちが3分だから、僕のが先か。